すでにゴーマに。ここに隠れろ、エルベット。俺はセリカを助けに行く。 これを持っていれば大丈夫だ。セリカが魔法をかけてくれた生きる勇気をくれるリンゴだ。本当？本当さ、俺が嘘をついたことがあるか。セリカを助けたら迎えに来る。いいか、怖くてもくじけるな。何があっても諦めるんじゃないぞ。 あの日から世界は変わった。魔物に疲れた人々、人間を食い殺す地獄に、絶望に凍りついた私の心が感じるのは、血まみれの肉の味とあの男への憎悪だけだ。
起きて、ラフィー。朝だよ。うん。おはよう。もう、ラフィーって呼ぶのやめてってば。子供っぽい。いきなり文句とは、調子いいかな？ちょっと熱があるわね。今日はおとなしく寝てなさい。ちょうど新しい薬が届く日だし。僕岬に行くつもりだったのに。ダメ、今日は我慢。本くらい読んでも。ベルベットを困らせるな、ライフセット。そんなつもり。アーサー兄さん、もう巻き割りを？ああ、一冬分やっておいたよ。だが出かける用ができてしまってな。薬の代金は少し待ってもらってくれ。なら私が稼いでくるよ。ウリボアを何匹か狩れば薬と交換できるでしょ。お前一人でか？アーサーの先君その一、作戦は堅実に、対応は柔軟に。わかった、弟子の腕を信じるとするか。すまんが頼む。ごめんね、お姉ちゃん。ごめんもすまんもなし。家族なんだから当然でしょ。では行ってくる。お粥を作ってあるから食べてね。夕方前に戻るから。わかった、気をつけてね、お姉ちゃん。じゃ、行くから。グミ、私は大丈夫。僕のことは心配しないで。ならいいけど。ウリボアの狩り場といえば村の外の沈めの森よね。ラフィーの薬のため気合い入れないと。そういえばアーサー兄さん、いろいろ物騒で村の仕事にも駆り出されてる。よし、今晩はセリカ姉さん直伝の栄養。7年前の寒冷化に飢饉。まさか人が、コーマ病。原因も。ああ、ただ、はっきりしてるのは、化け物、ゴーマになった奴らは、異常な力。まるで地獄の門が開いて、この世とつ。そういや、セリカが亡くなった、お前の姉さんは。セリカ姉さんが死んでよかったっていうの？例え話だよ。すまん。バカだね、この人は。ねえベルベット。ううん、ま、残念。よくない。よろしくね。ライフセットの病気、相変わらず周期的に熱が。大変ね。な、ありがとう。けど大丈夫。それに兄さんが来るまで私も頑張らなきゃ。やっぱり姉妹ね。本当？そうなら嬉しい。森に行く前にいろいろ買い足しておいた方がいいかな。お金に余裕はないけど、勝敗は戦う前の準備で決まるって兄さんも言ってたし。ゴーマ病聖主。世界は死中の恐れよ、矛盾の法は。大丈夫？家まで。何の子供は。なる。ああ、ベルベットへや。沈めの祠に落ちないように。でしょ？わかってるわよ。子供じゃないんだから。そうじゃった。お前。16なんだけど。
ブリボはこの辺りにいるはず。ブリボはミッケ。調子で借りまくるわよ。最近例外がひどいけど、ラフィーと兄さんも村を挙げて飼育、おとなしい豚と掛け合わせた。なんか臭そうね。うん、ウリタがいいわ。だけど、かわいすぎ。さあ行くわよ。アーサーの先君その2、敵を知りその弱きを攻めろ。そこよ、はっ、せいそこよ、はっ、せいそこよ、せや、まあまあね。お店に持っていこう。危ないわね。また柵を作った方がいいってな。セリカお姉ちゃんにもよく踊る。そんなの信じるほど。もしかして私が飼ったウリボアの。先君その3、
剣を抜いたら迷うな。非常の戦いは非常をもって制すべし。シャリーズ、タイマシの技、自負と不安、敵への同情、勝利の歓喜。お前は感情が豊かすぎる。それではいつか破滅するぞ。ま あこの子の長所でもある。え、分かってるさ。だがそれでは、兄さん、アーサーの戦訓その4だよ。勝利を確信しても油断するな。はい。ともかくこれでライフセットの薬代を払えるだろう。売る方の売り場は俺が先に店に届けておこう。先に会う予定だった知人が遅れていてな。おそらく今夜は帰れない。それを伝えに来たんだ。薬はお前が受け取ってくれ。うん。もう一つ、村の近くでゴーマの群れを見た。万が一襲われたら迷わず逃げるんだ。ううん、ゴーマが来たって私が。ゴーマと戦えるのはタイマシの力を持つ者だけだ。それが現実の断りだ。感情ではどうにもならない。私も慣れないのかな、タイマシに。なぜ鳥は空を飛ぶのだと思う？なぜって、飛ばないと餌を捕まえられないし。タイマシになるには特別な才能が必要なんだ。だがそれを持った人間はもうほとんどいない。はい。明日はセリカたちの命日だ。なるべく早く戻るよ。うん、お姉ちゃん直伝の騎士を作って待ってるから。けど、それじゃラカリのおかげで、これは仕方のないことなんて、いち…食料の買い出し？
さ、そっちは狩りの帰り？うん、大量だった。頼もしいね。あんたが男だったら絶対惚れるわ。よかった、女で。女子ならもうちょっとおしゃれしなさいよ。使ってた櫛が割れちゃったのよ。新しいのは？そりゃ買いたいけど。おじさん、櫛乙女価格にならない？いきなりなんだ。いいってニコ、今日はライフセットの薬を買いに来たんだし。ベルベット、アーサーにも伝えたんだが、例の薬まだ入荷してないんだ。え、なんで？もしかしてゴーマのせい？町の方でゴーマ病がひどくなってるそうだ。この辺りもゴーマの群れがうろついているようだし。いつ届くの？わからん。届いたとしても値がいくらになるか。そんな、ミッドガンド王国は何やってるわけ？軍隊とかいるでしょ？そんなもの、とっくにゴーマに蹴散らされちまったよ。ここは大丈夫だよね。ベルベットのお兄さんは大魔師なんだし。どうだかな。アーサーの右手は怪我で動かんのだろう。そもそも自分の妻子も助けられなかったんだし。薬届いたら知らせて。もちろんだ。これはサービスだよ。ベルベット、覚えてるよね、特製キッシュの作り方を教えてくれる約束。獣医見習いの人にプレゼントするって、あれ本気だったの？もちろん。お願いね、私の人生の一大事なんだから。けどおじさんたちに反対されたんでしょ？周りがどう言っても関係ない。大事なのは私の気持ちなんだから。いいこと言うわね。私が男だったら絶対惚れるわ。でしょ？ラフィーお腹空かせてるだろうな。急いで帰る。オルとトロス、そうなのよ。弱そうなのは、この前2匹揃って猫。頼りないな。オル、トロス、来た。可愛いから許しちゃうんだけど。ベルベットのキッシュってお姉さん、うん、うん、それは生地とタリエシンの町に持って行ってもきっと評判になるよ。今度二人で作って行商に行かない？おそろ、売り棒は分かるより儲か、根拠はないけど儲かる。ならやってみてもいいかも。ラフィーにいい冬物を着せてあげたい。初対じみすぎだよ。私の夢特にないわ、ラフィー。まったく。けどだからベルベットのキッシュは。ただいま、セリカ姉さん。もう7年も経つんだよ。しまった、プリンセシアの花。姉さんもお父さんもお母さんも生まれてたらきっとこの子。ごめんね、明日。
おかえり、お姉ちゃん。ラフィー、寝てなさいって言ったのに。ちょっとだけだってば。ほら、熱下がってない。すぐご飯の支度するから横になりなさい。ごめんなさい。何これ？羅針盤。磁石を利用して方向が分かる道具なんだ。そんなの太陽や星を見ればいいじゃない。天気が悪くても分かるんだってば。この発明のおかげで長い航海ができるようになったんだ。ほら、船が揺れても正確に測れるように、ここが動いて水平を保つようになってるんだよ。すごいでしょ。さっぱりわかんない。冒険の必須アイテムだよ。なんでわかんないかな。また今度ゆっくり説明して。怪我しなかった？怪我どころか大量だったよ。兄さんも言うんじゃないかな。そろそろベルベットは免許皆伝だな。で、アーサー兄さん、今日は帰らないんでしょ？なんでそれを？シアリーズが来て教えてくれたから。兄さんの精霊。あんた、本当に精霊の声が聞こえるのね。うん、大魔師の才能なんだって。あんたなら兄さんに負けない大魔師になれるかもね。兄さんの本を読んでいろんなこと勉強してるし。そうなりたい。お姉ちゃんと一緒に旅をして不思議なものをたくさん見たい。狩りだって滝に集めだって僕がやるし、ゴーマが来たって守ってあげる。そうしたい。だけど、なってくれなきゃ困るよ、ライフィセット。あと20年後くらいで。そんなにかからない。じゃあ、しっかりしてることを証明して。まず、柔らかいミートボールシチューを作るから、食欲がなくても頑張って食べることで、苦い薬もごまかさずに飲む。できる？もちろん。じゃあ料理開始。まずは暖炉に火をつけてっと。兄さんの本？目が悪くならない。日の前日、お姉ちゃんの剣技は強すぎて、お婿探しにクモと女子力をアピールした方がいいと。あの子、読まれ。兄さんが作ったま、お姉ちゃん、シチューにほうれん草は入れない。好き嫌いすると。お、うん、今日は特別にほうれん草。はあ、2階に兄さん特製のカレースパイスがあったわね。これこれ。そうそう、今度うちに連れてくる。うん。あ、まあね。それにしても、あのラフィー、あんた、あと料理が上手かどうかもポイントよ。もう、お向こう、セリカお姉ちゃんの代わりにあんたとお兄さんのご飯を。そもそもよその男。ラフィー、どうしたの？大丈夫？
今。平気だよ。お姉ちゃんがへ、あ、ごめん。ちょっと話。でも、弟の心配わかってる。けど、お姉ちゃんに幸せになってほしいって。僕だけじゃない。アーサー兄さんだ。家族だから。ね。うん。ありがとう、ラフィ。やっぱり。はや。えらいえらい。薬もちゃんと飲めたね。約束したからね。明日は火の夜になるよ。そうなんだ。あの日と同じ夜に。ねえ、今日は一緒に寝てもいい？もちろん。干し肉を作って、とっておきのチーズでキッシュを。あれ、ラフィー？ちょっと、どこ行ったの？まさか、一人で村に？おお、熱下がってないかもしれないのに。おじさん、ライフセット来なかった？いや、知らんが。その本、兄さんの。ライフセットが書き写した写本だ。しかるべき商人に下ろせば高く売れる。正当な値で買い取らせてもらったよ。あの子、こんな分厚い本を。羅針盤、そうか、あれを買うために。いや、欲しそうに見てたけどな。おまけにつけてやろうかって言ったんだが、それじゃあ俺が損をしちまうって。いい子だが商売には向いてないな。じゃああの子、お金を何に？俺は口止めされてるんだ。本人に聞いてくれ。ベルベット、ライフセットが出歩いてたけど大丈夫なの？大丈夫じゃない。どこで見たの？森の方に行くっぽかった。探すのを手伝うよ。お願い、ニコは念のために村の中を。私は森に行ってみる。この子たちにまるで何か。もしかしてあの子、岬に花を摘みに行ったんじゃ。聞いたぞ、ベルベット。7年前と同じ。何年かに一度起きる古い言い伝えじゃ、ヒーローの、ライフセットが教えてくれたんだよ。ラフィーを見たの？あ、それは。ライフセットを見なかった。いや、見てよ。あ、そう。わかった。あんまり
おとなしくね。好奇心の強い子じゃ。無理もない。随分難しい本も読んでおって、あんなに里い子は何万。それほどでもあるけど。惜しいな。王とってタリエシンの港か。ダメよ。病気が治ったって一人でそんな遠いとこに行かせら。ああ見えてしっかりした子じゃ。私が困るのよ。休んでただけ。まったく何してんのあんたは。黙っていなくなって動けなくなったらどうする気だったの。そうなったら苦しむのはあんただけじゃないんだからね。ごめんなさい。したいことがあるならちゃんと言ってよ。そりゃ欲しいものも買ってあげられない情けないお姉ちゃんだけど。違う、そうじゃない、そうじゃなくて。そうだ、お墓の花忘れてた。うん、だから僕岬に積みに。だけじゃなくて海が見たいんでしょ。それもあるけど今日は特別よ。一緒に行こう。いいの？その代わり今度黙っていなくなったらベッドに縛りつけるから。はい。じゃあ岬へ出発。出発。セリカお姉ちゃん。うんよ。そう、ゴーマに荒らされた。お姉ちゃんは慌てて。ぼ当たり前でしょ。アーサー兄さんがいるよ。兄さんが。それはそうだろうけど。でもあんたがあの時。そうだったね。して、そう、うん。ラフィー、うちリンゴ部釣り下ろしたリンゴのことよ。小さい頃風邪をひくと甘酸っぱくて。リンゴが体にいいの。赤ちゃんの私が。それでリンゴ。でもリンゴ。あんたも赤。それを見て、咲いてる咲いてる。
ここからの景色は。変わらなくないよ。季節や風や天気で海は全然違うんだ。それに海の向こうの景色も。海の向こう？時々わかんないこと言うわよね、あんたって。お姉ちゃん、今日は連れてきてくれてありがとう。何よ、改まっちゃって。ねえ、ラフィーは知ってる？なんで鳥が空を飛ぶか。そうじゃないと餌が取れないからだよ。敵からも逃げられないし。だよね。でも僕は思うんだ。翼を持った鳥は。あっ！ゴーマ！ライフセット、苦しくても頑張って走って。お姉ちゃん怖くないよ、あんたならできる。きっと兄さんみたいになれるから。やめて、ダメだよ。逃げて。なんでコーマが。あ、一人で逃げるなんて嫌だ。嫌でもやるの。感情で動いてたらあんたまで死んじゃう。でもお願い、逃げて。豪華に来ていったこよ。豪華に。はっ。兄さんの言った通りけど、だからって。やめろ、僕が相手だ。私、なんで家に。お姉ちゃん、ラフィー無事だったんだね。ごめん、僕のせいだ。違うよ、あんたがいてくれるから。私は。前の割れちゃったでしょ。お姉ちゃんの髪綺麗だからちゃんとしないともったいないよ。僕が作るよ、お姉ちゃんが幸せになれる世界を。火の夜、なんで。全部夢なんかじゃない。
体何が起こってるの？怖がってる場合じゃない。ラフィーを見つけるんだ。裏は、こっちはダメだ。諦めるな、諦めるな。ベルベット、よかった、兄さんが守ってくれたんだね。これも立つべき感情か。お姉ちゃん逃げて。兄さん、かつてこの場所で地獄の蓋が開いた。そして今夜、旧姓の力が復活する。ライフセットの命を生贄にして。何を言ってるの？話しなさい。それは世界への捧げ物だ。なんで？もう絶対に助からない。嘘だ嘘だ嘘だ。やはりお前は感情に従うのだな。
手でゴーマを食らうゴーム。フーマか。アーサにゴーマ病が広がったのだ。だが、案ずるな。この痛みは私が大麻師アルトリウス・コールブランドが止める。鳥がなぜ飛ぶか、これが俺の答えなんだよ、ベルベット。アーサー、許さなくていい。全ては私の罪だ。アルトリウス！こうして私の世界は終わった。あれから3年。落とされた闇の底で私は喰らい続けた。ゴーマの血と肉を生きるために、生きてあの男を、弟の仇を殺すために。あの男はどこにいる？まずは試さねばなりません。教える価値があるかどうかを。
行けた。行くわよ。呪い。価値がなければ殺します。お覚悟。はっ。呪い。羽舞台。そこよ。呪い。我が日はシャッカ。フォトンブレイズ。そこよ。呪い。水分。そこよ。呪い。水分。わ。参ります。我が日はシャッカ。そこよ。呪い。水分。そこよ。呪い。水分。やお。参ります。そこよ。呪い。水分。そこよ。呪い。なぜ全力を出さない。合格ですね。それがわかるなら。あの男の精霊がこの程度のはずないでしょう。もうあの方の精霊ではありません、うん、まずこの3年間に起こったことからお話ししましょう。今世界には多数の大魔師が存在し、組織だってゴーマに対抗を。いえ、アルトリウスはどこだ。ミッドガンド領にある王都ローグレスにいらっしゃいます。知らなくてよいのですか。あの夜見たものが何なのか。あの夜、あの方がなされた儀式を境に世界は変わりました。多数の精霊が降臨し、それを従えた大魔師たちがゴーマの反乱を食い止めたのです。今や大魔師の組織聖霊を率いるあの方は、王国からも民衆からも絶大な信頼を得ています。人を守る盾にしてゴーマを狩る剣、救世主アルトリウス・コールブランドとして。ライフィセットを犠牲にして得た力でしょう。ですがまだ完全ではありません。今なら殺すことができます。なぜあんたが。理由は無事に脱獄できたらお話しします。脱獄か。いいわ、誰が何を考えようが、私はアルトリウスを殺す、それだけよ。くびきは断ち切りました。急ぎましょう。まずは装備を。この先の部屋に武器がありました。騒がれては今。当然この部屋で装備。囚人からロープか。すごい、その太刀は。私いいので。どんなにす。よし、準備はよろしいですか。何をしている。
気をつけて。ただの兵士ではありません。二頭体なしだ。そこや。呪いだ。慣れたものね。言ったはずです。船の用意は？ここが島だとご存知だったのですね。エサが命乞いしながら教えてくれたわ。港は島の表と裏に一つずつ。私の船は島の裏手につけて。了解。Thank you.